理科の実験を始めます。今日作るのはねるねるねるだ。ヤネスケ、俺昨日交通事故になって大怪我しちゃったんだよね。俺が直してあげるよ。え、どうやって？この番号を逆にして作ると治療薬ができるんだ。まずは3番入れて、次に2番、そして1番、そして最後に隠し味の4番。完成。食べてみて。あれ、目が見える。でも治ってる。ヤネスケ、順番通り作れと言っただろうが。先生も腰痛が辛そうなので食べてみたらどうですか。別に信用してないけど一口だけだぞ。あ、ごめんなさい、間違えて5番の粉入れちゃいました。はい、じゃあ国語の授業を始めます。今日はヌーボーの黒い馬を扱います。ヌーボーが馬刺しを食べた時の気持ちは分かる人？はい、ヌーボーは悲しい気持ちになりました。バッチリだ。客観的事実から推測するとヌーボーは列車にゃんなので、カイマンを殺した罪悪感より2個食べたことの罪悪感の方が強いと思います。あのな、お前は作者にでもなんてつもりか。作者の考えてることは読者に理解できないので、そもそもこの問題自体が無意味だと思います。お前はこの授業を馬鹿にしてるのか。じゃあ先生に問題です。さっきの僕の発言は喜怒哀楽どの感情を示しているでしょうか。そんなの取り勝ってるな。正解は楽でした。人の気持ちはそう簡単に分かりません。そんなに怒鳴ってると教育委員会に訴えますよ。教育委員会。先生は喜怒哀楽やったら楽がしてから。よし、今日も楽しく治療しよう。ハッピー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 、みんなでメイクアグッドライフ。洗濯物みたいなワイナーハッデー。マッミーマッミー、息子で一儲け。お小遣いはなしのバッナーハッデー。今日も世界一プリティ、ドジっ子お茶目な乙女。